下にあり、派遣道路の近く方面が目視できない得意な施工と判断し、施工及び管理施工について検討しました。施工イメージです。掘削面が水中部で施工面が目視できないことが想定されました。完成イメージです。潮位の影響による海苔面の浸食、堆積等が想定され、掘削計量の維持が困難と思われました。今回採用した ICT の全面的な活用について説明します。丸4の3次元出来型管理等の施工管理は、全校5倍、施工履歴を用いた出来型管理を採用しました。3次元気候特徴物が無人航空機搭載型レーダースキャナーを用いた気候測量を採用しました。3次元設計データ作成ですが、当社の所有する 3D 施工データ作成ソフトにて行いました。ミミズは同系統のソフトにより各測定の防弾部に天文地形を反映されたものです。3次元設計データ作成に伴い、掘削土壌の把握として、水質モニタリングで監視を行いました。丸1、丸2に関しては、ICT 施工において、皆さんが活用されている部分と変わらないと思いますので、詳細については省略したいと思います。ICT 研究の施工ですが、丸4の施工履歴データを用いた出来上がり管理について、施工中の作業装置機をリアルタイムに計測・記録する機能を有する ICT 建設機械を使用する必要がありました。そこで、施工履歴データによる出来型管理が可能である機器の構成により、3次元計測技術を用いた出来型管理用に令和3年3月に基づき、事前の精度確認として作業装置機の不足精度を確保するため、精度確認試験を行いました。施工履歴データによる出来型計測は、計測対象範囲内で1ヘリ当たり1点以上の計測点が選べる設定で計測を行いました。ICT 建設機械の作業装置記録システムの管理が適正に行われていることを確認し、掘削作業へと着手します。実施工の状況です。施工面が目視できない水中部であることが分かると思います。表示された砂利層が水を通し、掘削箇所に影響しています。実施工の状況です。潮位が低い時間帯をめがけ、施工履歴データを取得しながら掘削を進めている状況。バケット先端の軌跡をリアルタイムで計測・記録できるため、掘削完了部分は随時出来型管理として確認できます。施工履歴データの取得速度は比較的遅いことが確認できると思います。これは後のデータ処理の向上、できるだけ余分な利益を取得しないよう慎重に重機操作を行っている。
ICT 建設機械2台による掘削作業状況です。1号機は施工履歴データを取得しながら一時開業し、マッチ作業を行っています。2号機は末期後の土砂の積み込み作業を行っています。2台の重機が相互の作業を行うことで末期時間等の作業ロスを軽減しています。施工履歴データの取得状況です。分析内部搭載のモニターの状況です。現在搭載された部分が施工履歴データとしてシステムに保存されます。氷レイデーターによる出来高計測は、計測対象範囲で1ヘリ当たり1点以上の計測点が得られる設定ですが、現場ではバケット先端の左中右の3点で25センチの設定で履歴を取得しました。オペレーターは運転席内部搭載のモニターを確認しながら掘削を行い、海のバケットの軌跡は車載内部の機器へ保存され、USB メモリーに取り出し、処理作業を行います。移行履歴取得データは、一人ごとにフィートマップによって管理し、出来高の確認と修正施工のサイクルが迅速化します。現場で取得した施工履歴データ処理作業の様子です。作業中に記録した施工履歴データから、出来高評価用データを抽出するフィルタリング方法については不明ですが、本年までは再確認抽出を受けました。本動画は施工完了時の全履歴をまとめたものです。データ容量の都合上、処理には少し時間がかかります。分布図が明示する情報ですが、緑色は帰宅地に対し 20% 以内、ベージュグレーが 50% 以内、オレンジ水色が 80% 以内となっています。本現場の出来高です。各地を十分満足し、精度よく施工ができたことが確認できると思います。施工履歴は ICT 工事2台で、
施工面施工面積2万6000平米に対し48回に分けて設置しました。施工人員データの取得範囲の管理資料です。一月ごとに色分けし、次の進捗を見える化しています。掘削作業完了の前提です。我が社でも担い手不足等の人手不足が深刻化する中で、生産性の高い現場を構築するにはどのように力を入れたかということが求められています。今回採用した ICT 技術の中には当社と採用したエコーリレッジデータを用いた液型管理があります。現場状況により水中で掘削面を目視できないといった課題に対し、従来の液型管理手法では確認できなかった面的な液型の把握で、また施工中の液型を把握することができ、液型の確認と中継施工の採取が重要化しました。そのことにより生産性を大きく向上させることができたと思われます。調波技術はもとより施工履歴データを日々確認することで、現場では施工精度を数点確認するのみで現場の精進化にもつながり、ダンプトラックが頻繁に往来する中で不要に現場に立ち入ることもなく、安全性の向上にもつながりました。これら情報化技術による施工は、無駄がなくシステムを構築することで精進化での施工が実現でき有効であったと思います。ご清聴ありがとうございました。